ラッキーグループプレゼンツオカルティックスロバトルインスロットミュージアムデルデル。というわけでね、始まりましたデルデルラッキーグループプレゼンツの動画コンテンツ、今回で、大体確か、第4弾ぐらいになると思うんですけども、またね始まったということで、たまたま今 見始めちゃった方はね気をつけていただきたいんですけども、これは、ガチ攻略とかではありませんので、そういう方は、ご遠慮願えれば、楽しんでねスロットを打とうというコンセプトのもとやっていきたいと思います。で、今回ですね、オカルティックということで、何をやるかということをね、なんですけども、新しい今回のパートナーの方がちょっとなんかそういう感じの方だったんで、そういう風なテーマに今回なっております。じゃあ早速ちょっと呼び込んでみましょう。今回新しいパートナーは、幸田柚月さんです。おはようございます。おはようございます。皆様おはようございます。はい、BMM パチタン専属ライターの幸田柚月でございます。なんか帰ってますけどギターとか持ってきて、完全にあれですよね、マジカル的な台を打つ気満々な感じの格好で来てますけども、はい、じゃあマジカル的というか、あのもしの魔法かける的な感じで来たかなと。魔法かける的な感じで来た。はい、様子のおかしいパートナーの方が来てしまいましたが、はい、どうしたんですか、そのギターまで持ってきて。はい、私あの特技にギターと書いていまして。書いてましたよね。はい、ちょっとブランクがあったんですけど。ギターをやられてたんですか。そうです、高校の時に。はい、軽音とかで。いや、違うんですよね。クラシックギターの合奏の方なんですけど。クラシックギターの合奏。で、どうしたんですか。ちょっとじゃあ。ちょっとじゃあ。ちょっとじゃあ、ちょっとじゃあ。おはてんま行使にちなんだ。曲をなんかやるんですか。はい、はい。はい。失礼します。大丈夫ですか。歌って大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、じゃあ、なんで言った方がいいですか。あ、じゃあ僕は持ってます。すもういいです。諦めてください。あ、諦めます。じゃあ僕はなんか言った方がいいですか。あ、じゃあ。じゃあ、幸田柚月さんの、大丈夫。はい、大丈夫です。幸田柚月さんで、おはてんまぎわしの歌、よろしくお願いします。はい、します。せーの。天井、天井、もう…はい、大丈夫ですか。はい、すいません。歌いながら…あ、これがないと無理なんですよ。あれですよね、ギターやってられてる。特にギター大丈夫ですか。歌いながらはしたことがないんですよね。あ、そうですか。そうですか、そうですね。じゃあ、すいません、これ持ってた方がいいんですか、僕が。あ、下に置いといていただいて。あ、下に持ってますよ、はい。はい、はい。じゃあ、幸田柚月さんで、おはてんまぎわしの歌です。すいません、本当に。いきます。せーの。天井、天井を救うおはてん。天井間際であった。あっ。間違えちゃいました。はい、はい、もういいです。よくいるんですけども、特技にね、こう、嘘を偽る。まあ、そういうの僕はちょっとね、許さない。あ、すみません。で、ギターやられてたんですよね。はい、ギター全国2位。全国、はい、全国何位？2位です。全国2位すみません。あのね、この業界長くやっていきたいなら、はい、嘘はだけはダメだ。大丈夫？あ、全国2位は本当です。全国2位。全国2位は本当です。今の腕前で全国2位。ってことで大丈夫なんですか。はい、とにかくおはてん、今ね、はい、もうすぐ開いちゃうんで、おはてんまぎわし、はい、ということなんですけど、どういうことですか。いつも天井間際まで行って当たっちゃうこともあるんですけど、それが朝一で起こることがすごく。なるほどね。おはてん、あ、おはてんだって言って、おはてんでもうがっくりなのに、その間際で当たっちゃって、うもう二重にがっかりな、ギターの腕もちょっとがっかりな、こでさっていうことで、どうですか。がバーッとなっていくので、手が震えております。はい、ね、すごい今日もちょっと並んでるんで、急いで、ね、もう巻きでちょっと幸田さんのちょっとギターがちょっとね、いろいろありましたこともあって、ちゃんと別で撮ってちゃんとできたのがいいと思います。別で撮ってそういうことはやらないんで我々は。私はそういうことはやらないんで、
次はちゃんと、はい、練習してきて、はい、練習してきてください。練習してます。あの、はい、特技って書いてるんでね。というわけで、小田柚月さんを、お迎えしてパートナーとしてやるんですけど、まあ、オカルティック、デルデルスローバトルということで、どういうことかというと、まあ、小田さんがオカルトで、エンターテインメントじゃなくて勝ってるみたいな感じでいいんですか？勝ってるかはどうかわかんないですけど、あの何もない時というかオカルト結構使います。何もない時のオカルトを結構使う。そうです。あのもう何も起こんないな自分の力じゃっていう時に、ここぞオカルトの力を、はい、それは大丈夫ですか？え、ギターみたいな感じにならないですか？大丈夫だと思います。大丈夫。じゃあ、はい、というわけで小田さんのオカルトをですね、私や、皆さんに伝授してもらい、それで勝てるのかどうかということを検証して、はい、どのオカルトが効果的かということをやっていくというバトルでございますけども、はい、で、結果的に、まあ、ことあるごとにオカルトを僕に言ったり自分でも試したり、はい、して、勝てたら、小田さんの勝利ということで、2人のうちどちらか1人でも負けたら、アウトということで何かをしてもらいます。何かをしてもらいます。もう今ね、飽きそうなんで、もうドキドキなんですけどね。まあ、あの今日もなんか、まあ、ソルトミュージアムのデルデルさんは並びがまあ有名なんですけども、はい、今日もね、えらい並んでるんでね、ちょっとね、果たして収録ができるのかっていう話にもなってくるんで、ソルトミュージアムのデルデルさんから、あとね、やっていきたいと思います。始めます。はい、オカルティックデルデルスローバトル始まるよ。ダメだ、全然途切れないよ。でもいいの、並んでるお客さんに飲み物出してくれたりとかもすることもあったりとかするんで、だから昔ながらのその並んでる人が、まあ、並んでる、あの整理系抽選よりもやっぱ並びでの方がさ、平等だよね。そうですね。逆に、あ、来た、最後だ。じゃあジャグラー狙いできますか？何ジャグラーがいいんですか？あ、どれでも好きです。どれでも好き、はい。僕はあんまりジャグラー専門外なんで。あ、そうなんですか？本当にお任せします。おはようございます。おはようございます。はい、どうも。はい、どうも。人がすごい。前ジャグ、はい、前ジャグでいいの？はい、大丈夫ですよ。大丈夫。前ジャグを無事取りました。僕がちょっと分かってないんで、前ジャグのことはあまり。大丈夫です。あの、光れば当たりなんで簡単です。よし、まあ、とりあえず取れてよかったね。はい、200何人ぐらい並んでた。本当ですね。はい、というわけで、はい、マイジャグラーを、はい、ツリーを、ツリーを確保いたしました。確保しました。ジャグラーは普段からよく売ってます。そうですね、売ってますね。私はあの適当に、あ、はい、なんだろう、黄昏ジャグラーぐらいしか、黄昏 J ぐらいしかないんですけど、ね。あ、本当ですか。結構攻めの J 好きです。あ、攻めの J 好きなんですね、はい。じゃあちょっといろいろ、まあオカルトをね、はい、割り込みながら、高田さんのお得意のやつを入れながらやっていきたいと思うんですけども、はい、まあ打つ前のなんかオカルトっていうのはあるんですか？ですね、とりあえずジャグラーなんで全部1000円にしようかなと思います。ジャグラーなんでジャグラーなんで全部1000円にしようかと思う。あの外線とか結構使うやつだと面倒くさいんですけど、はい、ジャグラーだと、ジャグラーだと、まあ、1000円ずついこうかなみたいな、はい、様子を見ながら、様子をご機嫌を伺いながら。そうですね、はい、わかりました。こうかなと思いますので。で、ね、なんとね、スロットミュージアムデルデルさんはちょうどこのあれが1000円単位なんですよ。そうなんですね、はい、あのそれの方が、店長さんの一行として、まあ、お金を使ってるのも分かるし、その打ってる感じというか、確かに、あれも分かるし、分かります。で、あえて買えないでやってるっていうことなんで、じゃあ両替を、はい、行きます。すごい、上にもあるんですね、台が。上にも、だからここ全部バラエティが囲んでて、とにかくまあミュージアムっていうぐらいなんで、バラエティ色が強いんですよね。
はい、とりあえず千円札に変えました。はい、ちょっと OK です。じゃあ、とりあえず、はい、向き揃えていいですか。向きを揃える、はい、気になっちゃうんですよ。はい、まあ大事ですからね。そう、そうです、そうです、大事です。やれることはやっとかないといけない。そうそう。これはどうします、挟みます。あ、私は挟まない派ですね。置いておきます。皿置く派ですか。そうです。それ裏、逆サイ、逆でいいんですか。逆でいいです。あ、こうなんですよね。そうです。なんでこうなんですか。台の中に行っちゃいそうな気がするんで。なるほどね、こっちだよと。そうです、帰っておいでよっていういいっすね。グイグイ出ますね。あ、本当ですか。うん、いい。よかったよかった。僕も散々ね、なんかバカにした感じでオープニングやってますから。いえいえ、僕もオカルトなんでね。あ、本当ですか。ご存知の方はご存知。じゃあ行きますか。はい、早速行きましょうか。これもできればこっち側で。あ、こっちなんですね。失礼しました。これ何のカクテルなんですか。これは、あ、これもこっち入っていかないようにというか、とにかくこ台の方に行かないようにっていう。こっちへ来いっていう戻って来いっていう、来いっていうことなんですね。はいはい、皆さんこうですよ、角度的には。そうですね、はい、この角度で入れてください。もう常に野口、諭吉、樋口は自分の方を向いてるように野口、諭吉、樋口、いいねちゃんと自分の方に向いてるようにしないとダメです。樋口っていう人は初めて出会いますね。ご聖徳樋口っていう人初めて出会いますね。これ打つ前もう大丈夫ですか。あ、もう大丈夫です。もうあとは念じるというか、年中だけで、はい、おい、朝一のレバーとかも大丈夫。あ、もう全然大丈夫、はい、モーニングはハマるんで。モーニングはハマるモーニングはジャグラーのモーニングはない。そうです、ないです。むしろ逆にハマるぐらいの心持ちで行った方が、あ、朝一ほわっとか入れます。ほわっと入る。そうです、もう早く当たり早く当たりだと朝から疲れちゃうんで。なるほどね、そこは体力温存に。体力温存、体力温存なんだ体力温存でちょいちょいあの実用的な、お金のせない実用的な話が入ってくるよねじゃあやってみますか。はい、レバーオンと。どこ押しなんですか。私は左バーか逆押しですね。でも前ジャグ逆押ししちゃうと光る前に揃えちゃうかもしれないんで、はい、前ジャグ僕もちょっとこれ奥すぎてあれあれもしかしてこれあれあれあれ、 あれ、 あれ、いいやつ出た、いいやつ出たってません大丈夫ですか。あ、じゃあ一応ほい、遠いな奥まってるな。 隣の人は気づかれないっていう。そうです、それが3のいいとこですね。3のいいとこ。2だと反射で見えちゃうんですよ、隣の方に。あ、そうなんです、ね、そうです。3はもうほんと一人の世界に入れるように北電子さん工夫してくれたんでとにかくね、すごい10ゲーム、10ゲームありがとうございます。逆に幸先いいと後々怖いんですよね。あれだよね、ちょいちょいネガティブだよね。そうですちょいちょいネガティブ、ちょいちょいネガティブ入ってくるよね出ちゃうんですよね、はい、ネガティブライターなんです、ね、そうなんです、ネガティブです、はい、おやったー、ビッグ幸先よろしい。で、このボーナス消化中もなんかあるんですか。呪いをかけるんですよ。呪いをかける。あなたは次130までに当たるよっていう念じながらボーナスを消化するっていう。ちょっと待ってください。ちょっと一回整理しましょう。あなたは次130まで当たるよ。130ってのは何なの。あのジャグラーの、あ、多分それは皆さん一人一人違うと思うんですけど、一人一人違うジャグラーには天国があって、ジャグラーには天国があるのに一人一人違うんですよ。ゲーム数の設定が違うと思うんですよ。設定が違うんです。そうです。で、自分だったらここまでは回そうとか皆さん多分決めてると思うんですけど、それが私の中では130なんです。130なんです。なんで130までには次当たんなきゃダメだよっていう圧と共に呪いをかけるみたいな。ね、あれなんだ、祈りとかじゃないじゃないです。呪いなんだ。圧とか呪いとか圧と呪いなんだをかけて、はい、かけながら、かけながら、そうです。はい、わかりました。どえらいパートナーが普段出せないんであ、普段出せない、普段あの実践収録とかでは出さない、あんまり出さないんで。そうですよね、まあ、僕の、まあ、コンテンツはこんな感じなんで良かったです、ね、あ、本当ですか、良かったです。初めて転職巡り会えたで、次が最終
のゲームなんですけど、はい、ここで次の規定ゲーム数を決めてます。130じゃないの？じゃなくて、あ、130までが天国なんですけど、天国の中での130ゲームまでの中でランダムで規定ゲーム数を決めてるんですよ。最後の第3ボタンを離した時点で。離すときに決まる。離すときに決まる。あ、でもレバーオンで決まるかな、それはまだ人それぞれだと思うんですけど。あれだね、人それぞれ、人それぞれだと、人それぞれってみんなどうしても、人それぞれ、人それぞれ、人それぞれ、そうです、やっていこうってこと、やっていくことが大事。わかりました。話せないです。話せないです。話せないです。はい、よし、これ天国、天国モードで当たってれば130以内の振り分けに当選してるはずです。してるはずなんです、はい。はい、当たりました。やったー。36、これで6ゲームか、6ゲーム、はい、で、はい、おお、はい、ちょっといいかもしれない。あ、本当ですか。よし、なんだっけ、呪いね。そうです、呪い、圧と呪い。でもこれに今かけようとしたんだけど、かわいすぎて、あ、そうそうですね、パン、呪いとしてちょっとね、そう猫パンチ的なものを食らいそうな感じがして。あ、ちなみにこれは札は置きっぱなしで、あ、置きっぱなしです。置きっぱなしだけど、だからなるべく顔は避けてあげた方が、顔避けてあげる。諭吉の危険を、あ、そうです、野口の危険を、野口の、そうです、そうです、そこねちゃいけない。OK です、はい、きっと大丈夫です。大丈夫です、はい。わあ、疲れるね。そうなんですよ、だから早めに来ちゃうとちょっと体力が持たない。すごい、ここに呪いを、そうそうです、もうギューギューってやってた。よし、こういうなんか会話しながらやってても大丈夫なんですか？あ、全然大丈夫です。ジャグラーは大丈夫なんですか？はい。ありがとうございます。天国です。マジっすか、入りました。規定ゲーム数が53ゲームだったみたいです。ゲーム数、天国モード、はい、天国モード、ゲーム数解除なんです、はい、そうですね。おお、やったー、2連。ちなみに正直なこと言いますと、はい、僕の天国は100なんです。あ、そうなんですね。昔から人それぞれなので大丈夫です。ちなみに僕のアイムジャグラーはそれで一時今食ってたことあるんです。あ、本当ですか。カルトで、おお、すごい。340付近とかゾーンがあるんですね。ゾーンと、あとだからまあつぶつぶ攻略、あ、つぶつぶで、だいぶあの抜いてましたね。なるほど。お菓子2個とかで。すごい。OK です。でも呪いっていう人は初めて来てます。あ、本当ですか。よくやりますね。呪いなんです、敵なんです、ね、敵というか、こう 丸め込もうみたいな、丸め込もう、丸め込もうこちら側に取り込もうみたいな、そうそうです、そうです、そうです。そのこと言って僕80超えてますけど、ちょっと不安になったりとかしないですか？130までなんでまだ大丈夫です。不安にならないんです大丈夫。僕すごい不安になるんですよ。そうなんですよ、不安になっちゃうんで、あの規定ゲーム数論を考えました。あ、だから決まってるもんだ。そうです、そうです、そうです。で、割り切ってやる。割り切ってなりましたね。冷静に打てるようになった。そうです、そうです。心乱される。そうなんですよ。でもこの3は初めて打ちましたけど。お、本当ですか。この、これ、これいいね。あ、これいいね。この感じ、プシュープシューって感じ。でもこの上の4人がちょっとあれですよね、ハマってる時になんか笑われてる気がして、あいつハマってるよみたいなって思われてる気がして、すごい嫌なんですよ。本当にネガティブだね。すごい悪い顔してません、みんな。いや、
可愛いよ、可愛い顔してるよ、喜んでるよ。あれなんだ、いやこれがもう北斎んでる感じなんだ。そうですそうです、ハマるとそう見えてくるんですよ。うわどうしようみたいな。すごいね、ネガティブさが半端ないね。129ですよ。お、あ思いっきり揃ってる。先生、130超えちゃいました。じゃあじゃあもう天国じゃないっていうことで、多分130ゲーム以降の規定ゲーム数が選ばれてるんだと思うんですよね。諦めて打つしかないです。それかちょっと打法使いますか。打法はい、ちょっと協力を要請協力を要請するけど、私あの自分個人でもやるんですけど、はい、よいしょ打法っていうのがありまして、はい、台をとにかく褒めまくっていい気分にしてやろうっていう。例えば、あもう可愛いねとかもそういう感じでいいんですけど、もう超イケメンだねとか、はい、歯並び綺麗だねとかもうそういう感じでいいんですけど。こよいしょする、よいしょするっていう。じゃあそれを店員さんにやってもらえますか。やってみもらえませる、やってやってもらえますかね。やってもらえますか。どのぐらいまでやってもらえますかね。200ですか。200ぐらいまで、はい、よいしょしてもらえますか。まあまあ長いですけどね。あまあじゃあやってみましょうか。はい、というわけで、はい、呼びました。有名人、スロットミュージアムデルデルの名物3人組のスロットのライフトリオというのを呼ばれてます。おー、はい、設定士 T さんと玉ねぎさんとメガネさんです。よろしくお願いします。はじ、い、めまして。で、今日はですね、この子のオカルトで打ってるオカルトを検証してるんです。で、オカルト的に第2位、よいしょ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 じゃないんで。例えば、肌綺麗だねとか、かわいいねとか、で、普段一人でこうよいしょして、光ったら成功です。そしたら成功、成功、光ったら。いいですか。わかりました。全部なんでもいいんで、ゲーム性とかなんでもいいんですね。で、高田さんもよいしょしてください。はい、わかりました。みんなでよいしょしてください。はい。いいですか、いきますよ。僕はブーム回しますんで。はい。いきます。よいしょ。お、今日もいいブドウしてるな。マイジャグ3さんはさすがですね。あ、このマックスベットの触り具合とかきっとすごいだろうな。上野さん、上野さんに優しく叩いてもらってるからね。あ、そうですね。この銀色の筐体気持ちいいだろうな。左に聞いちゃってる。左に聞いちゃった。左に聞いちゃった。あれだよね、ピンポイントで。焦らなくて大丈夫だからね。あ、リッツさんね、メダル減らさないで頑張ってる。いいトラ入りましたよ。いいトラ入りましたよ。マジで頑張ってますね。こうやって引っ張って引っ張って見せ所を作ってくれて、さすがマイジャグですね。さすがマイジャグ。この後に見せ場を作ってくるっていう、あえてここは引っ張ってるという。そうですね、さすがマイジャグ3。上野さんもきっちり目をして。大丈夫、今回の2と3で違って、あそこのサイのところがトラになってるから ね、リプレイのところね。もうこれ素晴らしい。サイ対トラって言ったらね、ね、それはもう最強みたいな。肉食系最強ですわ。最強ですわ。 あと10ゲームだよ。いやもうこのギリギリまで引っ張る感がね、もうドラマティックというかドラマ作りがもう一生懸命メダル減らさないようにしてるのがやっぱすごい、ね、上野さんじゃなくてマイジャグがすごい。マイジャグがね、ブドウ2連じゃん。大丈夫、大丈夫かな。はい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 、ブドウ3連じゃん。さすがラスト。はいダメ、はいダメ、はいダメ、はい、200のお題がちょっとよく当たらなかった。よいしょが足んなかったの。何が足んなかったの。あ、まあよいしょですかね。よいしょが足りなかった。よいしょが足りない。ポンコツ、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 ポンコツではないです。ポンコツ、ポンコツではないです。すごい楽しかったです。エンターテインメントとしては大成功、大成功です。全然成功。ありがとうございます。大成功は失敗なのかな。じゃあ今回ちょっともう少しね、よいしょ、あ、よいしょ、そうですね。
あのメダル補給とかの合間にもちゃんと文章を練習しておいて次回までやらせていただきます。合間に、はいはい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。帰れ役立たず。佐世さん、ありがとうございます。天国抜けてます。抜けました。抜けましたね。そうです、はい、どうしましょうね。一緒に使いますか。じゃあ280あたりで一緒に使いますか。一緒に使いましょう。何を使うんですかね、はい、これはでも多分皆さん使ったことがあるかと思います。おしぼり、はい、こちらでお清めを、はい、あ、お清めをして、はい、お清めをしていただいて、はいはい、あのまあ拭きたいところを拭くというか、まあ、ランプ、はい、ランプ、あと私はレバーとかも吹きます。あ、レバーも吹きます。はい。あのリプレイが揃った、はい。レバーですね。レバー吹きます。あとストップボタン。ストップボタン。あと今までの負のなんていうんですかね、痕跡を消すというか、もう新しい台なんだよっていう新規一転していただけるように、はい。じゃやるぞ、始めるぞ。はい。これ名前ついてんの？スノッチみたいな感じで、トラッチみたいな名前ついてない？多分、まあスノッチって勝手につけてくれる。公式の名前じゃない、誰かが言って、今は知らないけど少しずつ使ってるのかもしれない。あ、おいレバーオンじゃん。すげえびっくりした。アップね。360、あ、ちょうどじゃねえや。360。第一天井ぐらいですかね。そうですね、第一天井。360ゲームレバーオン55ランプの後、ビッグボーナスということで、五の口、はい、間に合った。あぶね。全然大丈夫です。全然大丈夫です、はい、さあ呪いね。呪いです、呪いです。いきたいと思います。次こそは疲れるね。そうなんですよ、意外と疲れるんですよ。だから今回はちょっとこいつ重点的に呪いをかけて、左のでキャラクターの名前がトラッピらしいです。トラッピ、トラッピ。もう2回目、初当たり2回目だからね、天狗がそろそろ、はい、上がってもいいと思います。おお、上がった。完全に上がったね。上がりましたね。おー、36ゲーム、天国ゾーンに入りました。はい、やったー。よし、ここからループをさせて、さっきこいつに呪いかけた、今度はこいつに呪いかけながら、はい、右トラッピに、右トラッピ呪い。あのね、こいつに呪いをかけようとするんだけど、はい、可愛くてダメ。デレッちゃう。優しさがです。ダメ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 です。そこは鬼にして。そうです。はい、呪いをかけないと。頑張りました。はい。先生抜けちゃいましたよ。わあ、一発抜けで。なんかいいですか、このままで。温めますか。温める。はい。温めますか。ランプをですか。こうですか。こうですか。どのくらい温めたらいいですか。あ、本当はもうこのまま隠したまま消化するのが一番。隠しつつ温めつつみたいな。温めつつ。あの熱発電。熱発電。はい。でランプを光らせる。ほわみたいなイメージ。でも気づかないですよね。そうなんです。光った時。そうなんです。あ、もうちょっと。冷めない程度に、ちら熱が逃げない程度に。どのくらいやったら200くらいまでやる。私もじゃあ400まで。なかなか難しいんですよ、ここと違うから。そうなんですよね、しづらい。そうなんです。マイジャブはそうなんですよね、温めづらいっていう。
ダメ、真ん中まで隠しちゃおう。ね、打ちづらい。まあ僕的には絶対に、僕のあれだとランプは絶対に隠さないです、ね。あ、そうなんですか。失礼に値する。だから僕で呪いとか僕かけて、だから僕的にはもう神様のような感じなんですよ。お布施なんて、いたわる、お布施なんて、お布施、お布施、なるほど。私あのゴッド打つときはお賽銭だと思ってます。お賽銭ね、お賽銭、ね、じゃあどうします、どうしましょう。じゃあよそ見ですかね。よそ見です、ね、どの辺見た、見る感じ、よそ見っていうか、もうここは見ない感じですよね、はい、もうしあさってぐらいを見る勢いで、しあさってだとリールが見えないですけど、だって光ったことも全然気づかないですけど、それぐらいの気持ちで、あ、じゃあこの画面でいいじゃないですか。この画面で、この画面でいい。押せてるのかもわからない。ここが光ってめっちゃびっくりした。そうですね、私、ブドウが、おお。そうなんですよ、台ごとにあの、うん、SM あるじゃないですか、やっぱり。あで、あ、だからそれはあれだね、よいしょがダメなら、そうです、押したがダメなら引いてみる。よいしょして、なんだこいつ、なんだよみたいにちょっと不機嫌になっちゃう子もいるんで。これチェリーとかガンガン取りこぼしてるんです。あ、もう全然大丈夫です。でもあのピエロとかベルが揃うとハマるっていうのがあるんで、そこはちょっと六冠を使って外していただいて。六冠を使って第六冠を使って、はい、外していただいて。外すんすね。テンパったら外すんすね。揃ったらあの、うん、出ないからやめるんじゃなくて外すんすね。外す方で、はい、外せば大丈夫。なんかあれ揃うとハマりません？そんなことないですか？わかるよ。ベル揃っちゃった時ちょっとなんかすごい、うん、ってなる、うん、ダメな感じ。あの先生、目が疲れました。上向いてるのって疲れん。そうですよね、すごい。あの今までこの動画企画参加やってて、はい、まあ、なんかどっちかに転んでたのね。ハマるか出るか、はい、中途半端な展開で。最初だけって。大丈夫、キャラ的にも大丈夫、持ってる、持ってない、持ってない、はい。ジャグレンっていうのはあるじゃないですか。まあ、ジャグレンとか天国ゾーン、はい、何連ジャグレンする感じですか。お中のおっちゃんが絶好調だったら3、4連ぐらい。絶好調で3、4連絶好調で3、4連です。俺的には基本5連なんだけど。あ、本当ですか。いかに次5連する状態の、だから10秒 B 的な感じの台を見つけるかみたいなのをやってたり。すごい、ちょっと粒から、あ、まあまあ完成度高いよ、俺の感じで。あ、あ、いた、いました。あれだね、ここだと関係ないところで引っ張らせてる。大丈夫ですか、俺ら。あ、今でも一応よそ見はしてました。あ、こっち見てた。あ、そうです。何の口入ったの。あ、あ、本当だ、すごい、初めて見た。どのタイムで分裂した。マックスベッド、レバーオン、マックスベッドで レバーオンでフリーズしました。プレミア見れました。うわー、綺麗。335ゲームで転倒、そして、うん、おー、すごい。336ゲーム、ビッグボーナス。2人ともレギュラーを引いてないっていう。特にオカルトは関係なし。さ、ノロー、はい、
呪っていこう。そうです、呪いを。大丈夫なはず。はい、はい、やるよ。運命のいいのね。はい、いいのね。大丈夫です、はい、かかってるはずなんで。かかってるね。だって2連2で2連ハマり5だもんね、2人。そうです。違うか。そうだよね、2連。そうです、そうです。ハマってハマった後は連チャンするっていう。あ、おお、すごい。あれあれ、トイヒー、うーん、4ゲームで光っちゃいましたよ。始まった？始まった、やっと始まりましたか。これさ、レバーオンで点滅するんだっけ。これよ、点滅してんだけど。あ、じゃあビッグじゃないですか。あ、ほんとだ。よしよしよし、来た。気を抜かないでください。呪い続けてください。呪い続け、はい、お願いします。こいつを呪うって聞くってこと。こいつがげ、こう見えてこいつが一番多分鍵になってる。はいはい。さあ何連するのかな。はい、三連はできればいいな。三連はできればいいな。ありました。おお、レバーオンジでさ、おお、すげえな。やったー。化けが全くないですけど。化けが全くないですけど。そうなんですよ。これは聞いてるってこと。聞いてるってことですかね。そういうことにしておきましょう。てためっちゃ飛びしてました。ガチガチボーッとしてただけじゃん。すごいジャグラー動いてんなと思って。向こうの様子を見てたら当たってました。3連目。ああ3連目。そうです、3連目。ノルマで、ノルマクリア。ノルマクリア。もうあと20しかない。わお、2連でしたっけ。2連です。2連に次ぐ2連です。そのままいくと。おお、せー118。せーやっぱ点滅しないんだってことは、あれだ、レギュラーかもしれない。レギュラーの可能性が高いってことか。おお、 B3 連、うまい。 B3 連、やっぱね、こいつを呪ってるといいね。こいつジャグビーちゃんを。抜かれました。マジで全然始まってんじゃん。こいつ可愛い顔して、こいつがあの下一番下っ端っぽい顔して、こいつが握ってるから。あ、黒幕ですか。この世界を握ってんの、こいつだから。割と粘っ、割とねじってたんですよ。130ってまあまあ長いよね。そうなんですよ。果たして連チャン天国ゾーンって言っていいのかっていう話がある。まだ1ニッパーみたいな感じですよね。あ、1ニッパーみたいな感じか。はい、そっか、そう言われればそうか。最近32の台ばっかって。ああ、そうですね、そうですね。
オキドキしかり、オキドキしかり、南国フラッツ、まあマジっすか、めっちゃそっち見てましたやったー、箱を使っちゃおうかな、ここあと4カウント、あ、3回ハウ2回、ブドウが揃ってますね。ああ。このぐらいで勘弁してやりますかね、僕の方は。まあ、何が効いたか効いてないのかは、後ほど、高田さんに解説してもらいます。まあ、体感的には、別段、オカルト効いた感じはしてません。まあ、あとで、野口さんと解説になる。はい、高田さんに最後残念でございました。はい、ご連です。まとめてきましたけども、はい、まあ後でちょっとね、はい、そうですね、何がじゃああれしたのかを発表したいと思いますが、はい、実戦は以上で終了したいと思います。はい、まあ、現状多分2人とも明らかにプラスティ終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。マイジャグラー、アワージャグラー、アワージャグラーでアワージャグラー、アワージャグラーで、はい、終了したいと思います。お疲れ様でした。店員と熱々早食い対決のコーナー、イエーイエーイエーイ、はい、というわけでね、恒例、この、まあ、動画シリーズ恒例になってますけども、店員さんとデルデルの、デルラッキーグループの店員さんと対決をするというコーナーなんですけども、今回ね、高田さんの、はい、好きな食べ物って感じですかね、はい、そうですね、の欄にプロフィールの欄に熱々の食べ物が好き、はい、大好きです。それは熱々大好き、ギターみたいな感じで、熱々は大好きです。熱々はおかしいギターもちゃんとしてくださいねはい、すいませんそういうのは私許さないタイプ、テレビに出たいからとか、なんかそういうことで、まあ、嘘の特技とか嘘の食べ物とかは許さない。いや、熱々は大好きです。大好きなんですね、はいはい、熱々の、はい、食べ物を早食いしてもらうっていうことで、ね、ご存知サンパのトリオが呼びましたけどもまあね、熱々、まあ一応食べ物としては、まあ、宇都宮なんで餃子ということで、水餃子を熱々にして早食いしてもらおうということで、オファーしたんですけども、なんかね、そうなんです、なんかおかしなものがいっぱい並んでるんですよね。おかしなものを用意してるんですけど、見たことないのとかありますか。はい、まず、あ、熱々、熱々は辛い、なんで用意しちゃうんですかね。別にこっちから頼んでもいないものまで用意されてますからね。まあソースはこのなんか新しいですね、地獄の一撃新しいの、こっちから一応辛い順になってます。まあ基本の赤唐辛子ですかね、こちらがハバネロ、これ世界最強に辛いって言われてたんですけど、これまた頼んでもいないのにさらに最強の、何ですか、僕初めて聞いたんですけど、キャロライナリーパー、名前可愛いんですよね。はい、もうね、極悪すぎるよね色目的にちょっと数の関係で、このキャロライナリーパーは3つまで、ここまでですなので、まあ、全体的に言うとここが一番 やばい超やばい、やばい、まあちょっと辛い、これが普通なんですか。だからこれをなんていうかな、こうカリッってやりながらパクッカリッパクッって美味しそうにやっていただければと思いますけども、全4人でジャンケンしてください。怖い。対象はグーじゃんけんぽい。はい、誰がですか。はい、せーの、対象はグーじゃんけんぽい。2人でジャンケンでしょ。あ、いいですか。対象はグーじゃんけんぽい。ま、はい、負けた順に並んで一番負けた 人、負け、次負けた 人、はい、た人、はい、じゃあこの順番でこの4つをちょっと今からじゃあチン温めてからやりたいと思います、はい、で、あ、ちなみに早食い、勝ち抜け、2人まで、このチューブ型アイスで、クールダウンできる権利が
与えられますんで、はい、残り2人は与えられませんので飲み物すら与えられませんので、やだー、はい、10分ぐらい分ぐらい。これでも本当に多分こう動画見た時やばいと思いますよ。やばいですか。え、これは餃子にかけるってことですか。やべ、手についたよ。手についたけど後悔する。ペロっていきましょう、ペロって。ちょびっとで。嘘。地獄の一撃。でも辛いの好きで、好きなんです。辛いの好きなんですか。それでもきついですか。だって俺今一滴舐めてるけど。無理ですよ、そんなの。これはやばい。あのね、これやばいね。はい、83.8 度。じゃあ、まあ、まあ今ソースかけるんで冷めますよ。じゃあこれにソースをかけて、手持ちからかけてみますか。よいしょ、よいしょ。一応まんべんなくちゃんとね。 2滴くらいかと思ってます。だんだん色が鮮やかになってくる。ここからが泥具ぐらいだね。変なつぶつぶが出てくる。ほら、優しいよ俺。最大級、地獄の。はい。色が違う、なんか一つだけ。なんか違う。一つだけ色が違う。色が違う。ちょっと。うわ、すげえ、これ。やばい。なんだこれ。はい、じゃあいいですか。それでは、熱々早食い対決、よーいスタート。難しいことでね、赤唐辛子、まあなんかアステカ的ってことで、あの赤唐辛子を用意してくださったそうなんですけども、やばいでしょこれ。今までのデスソースの火じゃないよね。やばい。いけてる感じじゃん。え、そんなんなってる玉ねぎさんを見たの初めてですけどね。そんな感じ。まあ一応ギブアップ制度は一応あります。え、もう。あれ、ネタ的に成立しないぐらい辛い。早食い、一応皆さん、早食い対決なんですけど、大丈夫ですか。これ食べてみてよ、ね、この、これ、これ、この一番やばいです。それね、ちょっとにした方がいいと思う。あ、これ。見ざる、見ざる、見ざる。赤いやつ。だって食ってないもんね、今ちょっとかじっただけだよね。ちょっとかじってみてる。通り越してる、これ、あれ。いって。あ、それまずい、それまずい、それまずいって。だから言ったのに。痛い痛い痛い。ギブ、何ギブ。え、ギブ。言ったじゃん。それをこんなに言ったの。よだれが止まんない。やばいやばいやばい、すごいやばい。本当よだれが止まんないんだよ。やばい、マジガチでやばい。止めない、ギブアップでいいんで。うがい、うがいを。はい、ギブアップ。てかさ、本当にやばい。これとこれがやばいっぽいね。だってこんなになってるよ、もう。しん。あれ、これ、え、あれ企画倒れ終わりこれ。ほら、だから言ったのに。ほら、だから言ったのに。もう無理無理、はい、止めて止めて。ギブアップ。はい、終了。はい、終了。終了です。はい、というわけで企画倒れという、はい、
もう熱々のこれ今回シリーズの一発目だからねですね、せめて一回試し食いを誰かしてきて、はい、エンターテインメントにならない成立しないレベルだったんで、はい、気をつけていただくということで、対決的にはドロー全員負けちゃんとしてください、はい、次回あった場合はね、はいはいはい、というわけで、早食い対決、熱々早食い対決は、何もなかったような感じでひどい映像をお届けしました。すいませんでした。すいませんでした。ごめんなさい。はい、まあ、そんな感じで、はい、オカルティックデルデルスローバトルやってまいりましたが、はい、今回ね、じゃあまず結果、はい、発表からいきましょうか。はい、行きましょう。私、五の口使いで、はい、ジャスト800枚おというわけで、一吉一の口ぐらいのプラスということになりました。はい、小野さんは私ですね、三の口で、はい、三の口で880枚。はい、ちゆきち4の口ぐらい、そうですね、のプラスですかね、はい、になりました。2人して勝った要因は、はい、オカルトですよ。オカルトですか。私のおかげですはい、まあ、こんな感じのことをまあ本日オカルトとしてやったんですけども、はい、まあ、聞いたのはどれになりますかね。やっぱ、まあ、一番はここじゃないですかね。呪いね、消化中の呪い。まあ、僕もオカルト業界長いですけども、はい、呪いをかけるっていうのは初めて。あ、本当ですか。これ取り込むっていう新しい。もうどうしても僕ら上に見ちゃうんで、出していただけるみたいなイメージしかわからないんですけど、はい、逆。でもそれもゲーム数が浅い段階だけです。私もすぐネガティブになっちゃうんで。あ、負けないぞっていう気持ちを込めての呪いなんですね。そうです。じゃこれはうまくいく。ランプ服は微妙でしたね。そうですね、隠すこれあれですね、温めるこれはダメ。よそ見はまあまあよそ見ですね。そうです。これは効く。そうです、効きます。よそ見よいしょはサンバが取りもう3名様に。サンバが取り、デルデルサンバが取り方が次こそはってことですね。今回はだからこれとよそ見これのおかげで、はい、勝てたということで、皆さんもぜひこのね2つを使っていってもらって、はい、ジャグラーの感じを勝っていただきたい、はい、というわけで、一発目から、2人してプラスなので、小田さんの勝利という、はい、イエーイイエーイ、ありがとうございます。おめでとうございます。ということで、勝利者には、はい、何でしたっけ、特技、はい、チューブ型アイスを、あ、そうです、早食い、早食いできる、はい、ということなので、ご褒美に2本あげます。あ、いいんですか。ありがとうございます。2本あげますんで、はい、早食いをしてください。先ほどね、熱々のやつは全然早食いになってなかったんで、あ熱々の方は、はい、今回はちょっと、ね、早食いをしてもらって、はい、その映像を見ながらお別れという感じになりますので、はい、それではチューブ型アイス、早食い開始。はい、いただきます。どうぞ。はい、というわけで、本日は、スロットミュージアムのデルデルさんに、お伺いして、オカルティックデルデルスローバトルを行ってまいりました。スロットミュージアムさんはね、ミュージアムという名がついているようにバラエティーコーナーがすごく豊富で、まあ、上、中2階っていうんですかね、2階っていうんですかね、あそこの周りは全部バラエティー、こちらもバラエティーっていうのが今並んで、今ではね、なかなか見ないようなライブとかもいろいろありますので、ぜひね、一度覗いていただけると思います。あと今、来店ポイントっていうのを最近始めたようでしたけども、そちらの方でなんか、いろんな名産ですかね、そういったものももらえるようなので、来店してポイントを貯めていって、だからあれですね、その栃木大事じゃない、まあ、例えばですね、初代バイオとか置いてたりとか、しますので、忍びの初代とかもありますので、
まあ、ぶっちゃけ私もたまにプライベートで打ってたりするんですけども、ね、ぜひ。でなんかデスソースじゃなくてなんか変な辛いソースとかももしかしたら置いてるかもしれないんで、それも、確認してもらって。早食いだよね。早いのそれ。ね。大丈夫ですか。またあれですか。また偽証ですか。また特技の詐称ですか。大丈夫ですか。早いですか。結構僕ちゃんと今店舗紹介をしてね、スロートミュージアムで出てるんですけども、ノースロットノーライト、スロー魂でしたっけね。スロー戦魂でございます。スロー戦魂ということでやってますので、ぜひね、来て遊んで。結構ね、本当バラエティー豊富なんで、ちょっとなんていうかね、飽きたらまたあっちの台あっちの台みたいな感じで、逆に忙しい感じを見せてますので、早くないよね。次対決してやろうか。しない。あ、逆にね。あ、分からないと速さが伝わらない。じゃあ僕じゃないですけど誰かに対決させていただいと思います。頼まれました。ありがとうございます。はい、というわけで、次回、高田さんの特技が本当にちゃんとね、炸裂するのかっていうところと、はい、熱々をちゃんと食べられるようにまた、第2回目もやっていきましょう、はい。というわけで第1回目、デルデルラッキーグループプレゼンツオカルティックスローバトルインスロットミュージアムデルデル参考しました。また次回お楽しみに。オカルティック、オカルティック。お腹痛い。ずっとデスソースがリバースしてくるんじゃないかな。